焦った焦ったな、もう焦ったわ。はい、おはようございます。おはようございます。あ、朝からちょっと近いな。すごい戻しますね。はい、おはようございます。さあ、朝から慌てて慌てて動画でございます。いや、うっかりというね、もうすでに気づいてられる方もいらっしゃると思いますけども、本日はもう遅刻すると思ってね、もうあと10分や思って、あと10分で仕事職場行かなあかん思って慌てて出て行ったらね、これですよ、もうすでに分かりますよこれね、ボタン、もうそもそも最初裏っ返しに来てたからねこれね、裏っ返しはボタンおかしいよ思ってこんななんて本当にでね、まあ、とりあえずトイレ行きたい思ってね、うん、ちょっと水飲もう、ちょっともう慌てすぎてちょっと疲れた、トイレ行ってって言ったら開いてたし、ここ前も動画で開いてたけど開いてた、うん、まあね、こんなもん気づかず行くわけですよ職場にね。ほんでさ、まあ、おにぎり、焼きおにぎり、まあ、朝食ですけど、うん、ごめん、あ、汗プルプル買いに入った、シャッター開いてへんよ、シャッターも鍵も開いてへんよ、1時間早かった、今8時なんです、もう今約8時ですね、8時は約9時か、9時ですね、9時、私ちょうど10時からあるそんな小学校みたいなこと、一瞬疑ったよね。俺今日、あれ？俺今日休み？今日仕事休みかなと思ったよ。そんなわけないよ。俺昨日から始めてんのにさ、初見見たら1時間半やけど。おまけにね、その、やばいって怒れるみたいなね。もうちょっとやってた。行く前に。もうちょっと。やばい。もうこれもう一個。スタミナがね、1ね、3分で1回復するんだけど、このスタミナがないと戦えないんですけど、とりあえず減らしといて仕事行ってるね、たまったらまたやろうって思ってたから、もうとりあえずスタミナ減らしてる時減らしとこう思って頑張ってやってたら、もう遅れる、ずれてる、空いてる、閉まってる、1時間早起きてるっていうことでした。はい、まあ、ってことないですよ。あ、ほんで帰ってきてね、もうとりあえず帰ってきて、まあ、あと1時間でも30分ぐらいゆっくりしようと思ったらね、これですよ。最近指紋認証全然聞かへんけど、 iPhone どういうこと全然聞かない。これ分かったら、これ分かりますかね。ピンとかわへんな。これ分かります。トイレのドア開きっぱなしで電気もつきっぱなし。慌てちゃダメ。落ち着こうね、アラホ、うん、というわけでね、まあ、あ、いや、まあ、30分待ったら、まあ、もう一度もうすぐできたから、まあ、スタミナ使い切ったわ。というわけで、というわけで朝から慌てちゃいけないよ、大人なら。ごめんなさい、朝から慌てちゃいけないよ、大人なら。全然字余りだな。というわけで、バテモソ協会でした。あー、これ虫飛んでる。